はい、皆さんこんにちは。ピュアペーパージャパンの松尾と山口です。はい、こんにちは。こんにちは。ということでですね、本日はですね、全く関係ない動画です、ベープには。ですね、この前は AVM で俺北海道行ってきたんですけど、はい、結構ね、北海道で山口さん人気が結構あって、俺は結構驚いたんだけど、山口さん来てないんですかってめっちゃ聞かれて、話したかったって人がいっぱいいて、で、そんな北海道の人たちから結構お土産をもらったんで、それをもう北海道の人たちが、まあ山口さんをそんなに好きなら、北海道名物を山口さんに食べてもらおうのコーナーやります。新しいよ、これ。全然関係ないし、ベープの宣伝でもないし、北海道の宣伝だから、どっちかというと。北海道でですね、今日用意したのが、まずですね、まあ、お菓子シリーズですね。ほう、これ知ってる？はい、ジャガポックル。あれ知ってます？これは聞いたことある。聞いたことある？はい、これまずジャガポックル。これ多分ノーマルですね。はい、ジャガポックル。で、次が、こちら。ジャガポックル、ホタテ塩味。おお。俺食ったんだけど、これめちゃめちゃうまかったわ。北海道っぽい。はい、そして、まあ、これは知ってるよね、さすがにね。あ、バターサンド。イエス。マルセバターサンドで、まあ、俺の一押し飲み物なんですけど、カツゲン。これ知らないっすね。あれ、これ飲んでないっけ。飲んでないっす。え、1個も飲んでない。マジ。ちなみにこれもうラスト1本なんですよ、あんだけあったのに。山口さんのために1本残しておいてってみんな言っといたら、1本も飲んでないんだ。はい、でこれもファーストインプレッション。そうそうです。あ、そうで、問題の一品がこちら、セイコーマートの山わさびカップラーメン、カップ焼きそば。これやばいらしい。書いてあるね、刺激が強い商品。書いてありますね、刺激が強い商品です。まあ言うて、まあやっぱり山口さんでも辛いの得意じゃん。いや、辛いの種類が、まあ一応、まあでも、まあでも、まあ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 、まあ、やってみましょう。と、はい、いうことで、本日の動画、山口北海道名産品食史です。はい、ということで動画の方どうぞ。そうそう。じゃあ何からいきますか。これがラスボスじゃないですか。ラスボスっぽい。じゃあ、とりあえずこれ開けて飲んでみれば。ああ、いただきますな、もう北海道。ちょ、食レポね、山口さんの食レポ力が出てくるから。食レポって、ちょ、携帯でも回しとこうかな。じゃあこれ横からで。じゃあいただきます。ありがとうございます。はい、どうかつげ。え、これはうまいぞ。偉そうだな。これはうまいぞ。え、なんだろうこれ。どう。なんか乳酸菌の、乳酸菌飲料のあれあるじゃないですか。うん、あれね。風味が上品です。なんて。すげえ下手じゃん。食レポ最悪だよ。いやでもなんか臭いのあるじゃない。はい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 、そうじゃなくて、なんかさ、すごい爽やか。フルーティーじゃない？そうそうそう、なんかフルーツ入ってるかなと思って裏見たんですけど、なんかフルーティーだよね。フルーティーですね。ということで、じゃあジャガポックル行ってみようか。食レポこんな下手な人いる？じゃあノーマル。ノーマルから。ノーマルから。動画見てる人はさ、この動画イン動画撮ってる人っていうさ、謎のね、謎のあれになってますけど。歯の間でなくなりません。うん、もうこれ歯の間でなくならないのがいいっすね。味とかじゃねえんだもん。じゃがりこでも一緒だろそれ。味はどうなの。え、味なんかリアルなじゃがいも。
あげた。あのさ、リキッドとかの方がさ、レビュー難しいぜ。饒舌じゃん、リキッドとか。すごいじゃん、ジャガポックルの。次塩行ってみようか。ホタテ塩、それめっちゃうまかったよ。これは本当に美味しそうですね。うん、これやってる間にも着々とお湯沸いてますからね。お、ラスボスが、ラスボスが、うわ、すごい、すごい、うん、あ、でもちゃんとじゃがいもなんだ。でしょうね。いや、もう一発目のこのホタテの出汁のパンチ、はいはいはい、すごいですね。うん、で食べていくとやっぱりじゃがいもだ。はい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 、いや美味しいです。ふとさ今思ったんだけどさ、はい、そこにライターが映ってるんだけどさ、ここに、はいはい、ライターの癖やばない？癖？何その毒ヤモリみたいな。いや、よくない、なくすんですね。はいはい、何でもピンクじゃん。じゃあ確かに赤系。ヤコシさん最近なんかタバコ吸ってるよね、ちょいちょい。はい。どうしたの？タバコ系の研究ということで。はあ、そういうことね。タバコ系って分かんなくなるよね。タバコ系は分かんなくなる。うん、じゃあマルセバターさんでいきますか。はい。そうなの。パッケージをさ、こっちに見せるとかさ、そういうのもないっていう。何その何そのピローンって。いただきます。結構山口ファンはこういう山口を見たいのかもしれない。もうちょっとちゃんとします、ちゃんとします。いただきます。これ食べたことあると思うんですよ。有名ですよね。有名、有名、かなり有名。どう？たまりませんわ。たまりませんわ。何急にお嬢様。だってたまりませんわって。このなんかミルキーなやつが来るじゃないですか、うん、その後にレーズンってずるいですよね。まあそうです ね。これ何の動画これ。何の動画なんこれ。 やってみようって言ったけど、北海道のさ人たちにもさ、そんな動画撮るわって言ったからさ、やってみようと思ったけどさ、これで合ってる？こういうか、いや、お、あの、すごい今幸せです。これいい感じ？はい。やっぱカツゲン合うの？これどうなの？カツゲン合わない？合う？ジャカポックル合うよね。牛乳の方が合いそうだね。そうですね、こっちは牛乳かコーヒー。最後これいってみようか。これですね。じゃあこれいってみましょう。はいはい、はい、じゃあ最後ですね、これ山わさび噂の噂。これなんか誰だっけな、誰、ケンケンさんが誰かがこれ美味しいんですかって北海道の人に聞いたら苦笑いされて、うん、すごいですみたいなこと言われたって。すごいです。いってみますか。いや最近あの子供が食うなって書いてあるよ。十分注意してって。そんな正し書きある？そんなに。はい、蓋を A から B まで開け、ソース火薬を取り出す。火薬を容器に開ける。お、火薬ね。火薬は結構普通だわ。普通のもうザ火薬ってやつ。なんでこれ火薬って言うんだろう。いやそれ自分も分かんないです。これも分かんない。なんで火薬なんだろう。火薬、お湯入れてきます。この時点ではまだ辛くない。ちょっと待って、すごいことに気づいたよ俺今。俺ここで合ってる。内側の線ってここだよね。いや、こっちか。
3分待ってきますか。はい、3分。よいしょ。これは温めた方がいいのかな。操作蓋の上だといいです。すごい、やっぱすごい、キズネ、すごくね。油と、やば。やばいね、なんか油と、なんかタバスコみたいなのが分離してる。温めていきましょう。じゃあ3分ってことで、じゃあタイマーかけるか。タイマー2分、まあ、2分半ぐらいじゃない、うん、実際今のところ1位どれ。今1位ホタテ。待って、箸がないんだけど。ちょっと待って、箸ねえかも。どういう、いけないかな、こうさ、スプーン2本でこうすごい、これしかないんだもん。だってなんかある。いや、ないでしょ。スイッチモード、スイッチモードしかないよ。それはやばいでしょ。まあいいんじゃない、これで。これいけるでしょ。焼きそばだし、焼きそばだしで意味が分かんないけど、ちょっと食べるシーンがめちゃ汚くなる、うん、なんかめちゃくちゃ汚くなりそうだけど、ないんだもん。だって一応ちょっともうちょっと探すわ。じゃあおでんの具の話でもしといて。おでんの具はですね、自分は、やっぱり卵と、こんにゃくとあれが好きです。大根。普通すぎるやつが一番好きです。あ、でもあのやっぱりタコが入るとちょっと出汁が変わっていいですよね。タコね、タコ、タコ節が入ると。俺も結構タコ節好き。あ、牛すじ好き。あ、牛すじいいですね。ダメだ、スプーンね。スプーンじゃない、箸ね。まあこれでいってみるしかないでしょ、はい、うん。いや、実際どうなんだろうね、これ。これ、ただのさ、あの山口ファンが喜ぶ企画だからね、謎の。謎の動画だからね。じゃあ、いいんじゃない。やってくるよ。山口さん、こういうの下手だからさ、俺やるよ。こういうの山口さんにやらしてよかった試しが今まで一度もないもん。あ、でも わさびいいな。すげえうまそうだよ。おお、ここまでうまそう。ほら、ザって感じ。足みたいになっちゃったね、スプーンのせいで。寝る寝る寝る、二人で混ぜていくか。待って、匂いすごくない。うわ、ちょっと待って。マジ。俺、家持って帰ったんだけどさ、まだ食ってないわ。俺結構ダメなんだよね、辛いのね。みんな知っての通り。これいけんのかな。で、思ったよりスプーンが混ざらねえ。戻ってきた。こんなもん。どうですか。ちょっと行ってみますか。ちょっと待ってね。じゃあこっち、じゃあ寄りますか、カメラ。ちょっと寄りでこの食べ方ちょっと恥ずかしい。まあ、食ったことないからね、誰もその食べ方で。顔を近づけるしかないね。どう？え、うまい。え？辛くない？そんな来ないですよ。本当？はい。ちょっと俺も食べたいんだけど。これ。人生で一番食うの難しい食い物。どうやって食ったの？あ、そうだ、そんな感じ。こう挟んでね、こう引っ張ってね。うまいよ、これ。ただうまいよ。ただうまいっすよね。ただうまい。え？すげえ辛いって言われたんだけど。
混ざってないとか。いやシンプルにうまいわ。普通にうまいです。何のあれもないわ。どっかに何か爆弾のようにかなってたよ。ちょっと求めてるじゃん辛い。いやでも匂い結構うんって。普通よね。うん。好きだ。好きだ。よかったわ。これ美味しいわ。ありがとうございます。これ美味しい。黙々とさ、山口さんがさ、スプーン2本でさ、焼きそば、きったいな食い方。山口さんがスプーン2本でさ、これを食ってるさ、1本埋もれてるし、スプーン動画ね。新しいわ。辛いの？辛いの？いや、大丈夫です。黙々となんか食ってる動画、これ需要ある？大丈夫これ？チャンネル登録者減るぞこれ。いや、ちょっと自分腹の需要はこれありましたね。ああそう。よかったわ。じゃあジャガポックル食おう。シャープ ASMR とかつけとく。やっぱうまいわ。意外と器用に食うね。なんか貴族みたいだよ。日本で焼きそば食って。食う動画なんです今日。今日あの山口ファン待望の、あの全然関係ない山口さんがメインの動画っていう。もう主役は山口だから今日。ザ山口。ザ山口。今日は。あ、これ完食しないと終わらない。完食しないと終わらない。あ、そういうこと。完食するまで終わらないからこの動画。めっちゃ髪についちゃう。だね。食い方むずいよねそれね。すげえおもろいものを見てる俺は。スプーン2本で食う謎の人。謎の人がこうやって全然さ、ベーポのチャンネルだって見てさ、開いた人さ絶句するぜ。スプーン2本で焼きそば食ってるやつがずっと映ってるだけだからね。でたまに山わさびでむせるっていうだけの動画。汚いんだけど。汚いって。え、辛かった？急に、うん、やばい。カツゲン飲め、カツゲン飲め、カツゲン飲め。え、すげえ辛いとこいた？混ざってなかった？さては喋れてないもん。あいや、まあ大丈夫な範囲だったんですけど、いましたね、急に。幸い。いや、これちょっと完食するの難しいな、これ。テクニックがいる。ね、特にスプーンで食ってるから、最後さ、一番辛いとこ全部すくい取ってるからね。これはこういった方がいいんだよ、こういった方がいいんだよ。そうさ、箸にないっていうのをさ、気づくのが遅すぎた。俺結構インド流だからさ、結構手でいっちゃう人だからさ、なんでも。結構手で行く派の人間だから、あんまりちょっと箸とかも考えてないんだよね。焼きそばもですか。焼きそばはね、あんまり食うことがない、まず。
結構最後やばい火薬に染み込んでる系かも。山口さっきさ一箇所にバーってやっちゃったからそれで辛いんじゃないの。完食。おごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ちょっとお見苦しい姿を、まあ、ちゃんとカットしてお見苦しいところはい、ということでですね、本日の企画、北海道の食べ物を山口さんに食べさせるっていうだけの謎の企画だったんですけど、どうでした。あ、美味しかったですなんだよこの動画わけわかんないまあでも、まあ北海道の人たちがね、まああの俺北海道行って、はい、まあ、山口さんに会いたいって言ってたんで、来年は行きますか。行きたいですね、はい、ということで来年は、山口と北海道に行こうと思いますんで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。この動画が良かったら高評価とか言うのもちょっとよく分かんなくるから、まあ、まあやっとこうちゃんと、まあ、はい、まあよかったと、まあちょっと笑えたりしたら高評価とチャンネル登録笑えんのこれ。笑えるポイント笑えすらしねえからちゃこうもうまあそういうことです、はい、高評価とチャンネル登録と各種 SNS のフォロー、はい、よろしくお願いします。北海道の皆様ありがとうございました。ということでまた来年。また来年。じゃあ北海道のね。ああそうだ、はい、また来年。来年もこの企画やる